こんにちは、うん、こんばんは、えー。ゲーム動画でいこうです。前橋競輪場で行われてきた友人新ハ杯もいよいよ最終日決勝戦の予想を送りいたします。えー、決勝戦は第12レース。駒切り戦となりましたが、えー、必ずあの前々で踏むであろう三谷が え村上を連れて、コを取って、えー、後ろを仕掛け合わせて、先まくりを打つと見て、えー、三谷、村上の近畿ラインを本命に見ました、えー、詳しく見ていきましょう、12S 決勝戦はご覧の9人ですね、SKS 派、三谷、清水、村上宏之浅井の4人が残りましたね。結構 最近で言うと SQS、あのー、班残ったのではないかなと思いますえっ、ー、と見てみるとですねバック回数1番が6番車小松崎ですね、えー、続いて2番車の清水 えー、この2人はホーム回数も4回で並んでおります三谷と浅井が、えー、バック回数2回ずつっていうことですね、えー、並び見てみますとまず1番車三谷に5番車の村上、えー 地元の木漁は短期を選びましたね、えー、小松崎は和田健太郎、えー、これが北日本南関東ですねそして西日本三社清水と中川どうするんかなと思ったんですが、えー、短期ではなく、えー、清水の後ろに中川は回りましたね うだが3番手で浅井は短期え木暮れもなんか浅井かひょっとしたら清水の番手回るのではないかなと思ったんですがえ自分で戦うということです。ということで非常に接戦となっておりまして清水中川浅井え木暮れまで続いてますね。 小松崎以外はそれ,それほど人気変わらないということですねでは2社単のオッズはいかがでしょうか、えー、これも10倍以下がないんですよね1番人気は7番2番、えー、中川清水、えー、12.1倍ですね、えー、こちら裏の2番7番だと15.2倍 他えー、10倍台となると、えー、中川からですね、ソ、えーダとの15.4倍、浅井との19.1倍。というところで、えー、浅井からですと、一番人気があるな清水との21.1倍ですね。 でえー、清水には木暮れが22.2倍ですか、20倍台が多いですね、清水は、2番、9番、浅井とでも20.2倍ですから、清水からは、えー、比較的売れている、清水と中川が比較的均等に売れている、まあ、浅井も、浅井がそれに続くかなという感じです。 えではですね、えー、見ていきましょう、えーと、こちらが、そうですね、えー、過去、ち、え、ょ、ー、っとあの台風のためですね、2日目が延期となったんですが、なので見す見、見にくいんですが、この中にですね、バックを取っているのが、シュの三谷に3着。えー 2日目の清水4着これ、えー、ローズカップでの先行でこれねえー。松浦が、えー、勝つことができましたね。そしてですね。準決勝では小松崎中川がバックを取ってます。中川バックを取ってるんですね。というか中川が結構はま早めにかまして、いって後ろをちぎった。まあ、よくそうだ。諦めなかったと思います。これは？もうそうだ。あのー。 村上義弘番手の東口に阻まれたときに、もうそうだ終わりかなと思ったんですが、そこからまた踏んでいって、中川が大きく離れながらもゴール前まで着ぐ、えー、れには支えたんですが、3着に残って決勝に乗ってきましたよね。こういう諦めない気持ちがそうだ、どう働くかですよね。112点なんで、 それほど差はないなぜならトップは中川の116点で8番車のソーダでも112点で6番車は小松崎でも110点なので得点的には結構接戦なんですよね。なので、えー、ヨーロッパ4番車6番車8番車だからといって軽視、えー、は不要だと思います。 1で、えー、一着の率を見てみると、まあ、小松崎中川が2回1着を取ってますあと清水もですね、塩一特選と準決勝で1着着ぐれもなかなかいいですね浅井はそれほどいいとは言えない、まあ、村上弘之も三谷もそんなによくは感じないですね三谷は復調はしてきている感じですけどまだ。 準決勝も。結局は、小松崎させなかったというのは、ちょっと気になる要素ではあります。勝率は和田健太郎。あ、これ。勝率も二、二連対一を三連対一、和田健太郎なんですよね。ええー、前場所高知、高知 S. 級でも優勝してますからね。 ではそれを見て展開をどう見るかということですねまずまあ清水の気持ちですよね清水が、えー、短期かと思ったら中川がマークするっていうことですよねじゃあ清水積極的行くのかっていうと私はそうじゃないと考えます清水も まあ、ローズカップではよ、えー、先行して積極的に行ったんですけどやっぱり、うん、先行するかなあの熊本瀬戸内と九州では地区が違うからという気はしますねやっぱり自分が勝つ競争をするんじゃないかなと思います。ただ それをして例えばンに潜り込んだ中川ソーダを連れているからすぐに捨てていっちゃう可能性も結構ありますし清水がじゃあ外から踏んだら中川コースが中川にとってやっぱり中川は中を割るのは苦手ですけど外を踏むのは得意ですから中川のコースもーく。 ということから考えたら清水はに、まあ、先行するにしても、えー、まくり構えるにしてもちょっと後ろ中川ではやりづらいんじゃないかなと思ってちょっと清水はあの人気にはなってますが私は厳しいんじゃないかなと思います。調子は悪くないでですすよももししてててて意欲もあるし決勝に向けけ組み立ててきたんですけど いかんせん中川が後ろにいるっていうのは今回に関してはあの頼もしくないじゃないかなと思います。これが松浦とか岩津とかだったら非常に頼もしいんですけど小倉,小倉隆二とかだったら頼もしいんですけど中川というのは清水にとっては良くないんじゃないかなと思って で清水は外します今回、えー、続いて短期の木暮れですねうん個人的には清水の番手回っ主張した方がよ,よいんじゃないかなとえっ、ー、とそれだったら中川よりは中川が牛をつけるよりは木暮れ地元ですし これはあの今後のことを考えていってあげようかっていう気持ちになると思うんですよね。でも短期でってなると先行した選手のうし後ろをうまく取れないといけないんですけど三谷もやっぱり前々に踏んでいくし清水も状況次第で恋を構えるために委員を切りたい。となるとやっぱり木暮れが。 好意を取ることは、えー？ちょっと苦労するし、仮にできたとしても真後ろを見たとか。清水がいる可能性が高いんですよね。そうなで、サイン中,中川の脅威もあるんで。ちょっと木暮れは短期はやりづらいなと清水を味方にした方が良かったんじゃないかなと思います。 浅井はもうこれ行為っていうよりは足溜ためて一発でしょうね。でこういう細切れ線の短期はやっぱり浅井、えー、得意です。やっぱり浅井があっさり抜けてもうおかしくないです。まあ、調子はそんなに浅い良くないんで突き抜けられる感じはそんなにしないんですけどね。えー、先行はですね私小松崎だと思います。 え小松崎は準決勝こそですね、えー佐藤、岩手の佐藤の番手から番手まくりで、えー、勝利したんですけど、こう和田健太郎も、えー、いますし、まあ、あのー、他も前々に加えたらめんどくさい、まあ、三谷や清水、地足タイプですからね、選手なんで。 その選手に先手取られると結構面倒くさいということで、えー、先手を取りに行くしかないただ決勝戦となるとそう小松崎ちょっとやっぱり弱さが見えてしまうんで先手取ったとしてもペースがけできるかって言ったらそうはいかないんじゃないかちょっと家賃確かに得点差はないですけど得点差以上の 格の差が三谷や清水中川誠一郎浅井浩太に比べたら出てしまうんで番手の和田含めてまあ和田はちょっとチャンスはあると思うんですけど調子もなかなかいいですし、まあ、準決勝はそんなに良さはなかったかな決勝には乗ったんですけど。 まあ、ただ近況はすごいあの成績上げてるんで和田健太郎、脅威なんですけどちょっと小松崎が他の自力型に睨まれるんで和田健もかぶってしまう先まくり来た時に自分で発信できてもう後ろに食われちゃうし発信できなかったらかぶっちゃうんじゃないかなと思って。 思うんでで太郎も厳しいですねじゃあどういう展開になるかといった小松崎和田が逃げてで清水よりは三谷の方が一回切ると思うんですよね。一番車ということもあって突っ張りも誰も来なければ突っ張りもありますし、えー、誰かが早めに押さえにいきたい一旦引いて一回切って。 で、えー、小松崎の仕掛けを待つという流れが見込めるかと思うんで3番手4番手を見たに取れてしまうんじゃないかなと思ってで清水より前に行けるんじゃないかも,もしくは清水が逃げちゃう可能性もある逃げちゃったらそこの後ろ辺りを取れるで清水だと逃げはちょっと。 地足タイプといっても粘れないじゃないかなと中がいるんで思い切ってかけられないんじゃないかなと思ってえやっぱり三谷が切って小松崎が叩く流れ小松崎来なければ先行もまああるかと思うんですけど基本的には一度切って小松崎なり清水を仕掛けを待つという競争になるんじゃないかなと思いまして。 行為、えー、まあ着れの着ぐが3番手取ってその後ろかもしれませんが三谷に展開は有利に運ぶんじゃないかなと思って三谷を本調子ではそれほどないですが三谷を本命にしましたえー、三谷正確に言うと三谷とその後ろを回る村上宏行、まあ、村上宏之もそんなによくは見えないんですけどやっぱり切れ味ありますから。 あんまりあの基本的に村上弘之優勝するときって準決勝までは大したことなくても決勝戦になると変わるいいふに変わるというケースがあって逆に準決勝まで切れ味見せると決勝は案外だっていうのがあるんであんまり準決勝までの内容っていうのは当てにならないとこがあるんですよね。三谷が早仕掛けするとやっぱり し、えー、してしまうもしかしたら三谷が沈んでしまうかもしれない逆に三谷の仕掛け次第では着ぐ、まあ、れとかにつ、えー、コース疲かれたり、まあ、村上宏之だったらないと思うんですけどコース疲かれたり、まあ、どんどん後ろからまくってくる選手があるんでかぶさって及ばなかったりということがあるんで。 逆に三谷から村上以外っていうのもあるんじゃないかなと思うんです。ただまあじゃあ清水だとか和田健太郎だとかそうだっただとかいろいろやっても仕方ないんで、えー、っと三谷村上の裏表は本戦ですけどそれ以外を絞ることにするとなると。 清水が無理に行ったりした時の、まあ、中川なのかなと清水はやっぱり中川ににまれてるんでこれは厳しいんじゃないかなとまだまだキャリアも浅いですし去年、えっと、トップクラスにようやく出たばっかりなんでもうちょっと清水は経験が必要じゃないかなと、えー、私は思います むしろ中川ですね、ここは。そしてやっぱり地元の木暮れうん、短期っていうのはあんまりいいとは思わないんですけど、やっぱりあの準決勝も、えー、っと結構あの平原が不発で苦しい展開を2着に突っ込んできたんで。 モチベーションとか気合っていうのはすごい高いと思うんですね。なので、やっぱり、あのー、この短期、短期は私は不利だと思うんですが、状況以上の力が出せるんで、やっぱり地元は外せないと思うんで、気暮れも残します。そして、やばい短期の時、短期で細切れの時、えー、その、 隙間から力を発揮できる、えー、浅井耕太も、えー、必要だと思いますんで、えー、中川木暮浅井を、えー、相手に近畿両者の相手といたしました、まあ、ちょっと和田もあの小松脇を頑張り次第で、あのー、近況の成績いいですから気にはなったんですけど やっぱり小松崎が決勝となるとちょっと厳しいんじゃないかなと思ったんで、えー、その割に「オッツ」はそんなにつかないのであそんなことないかつかないことはないですねえー、っと1まあ1や5の頭から5四はつくんで。 まあ次に挙げるとしたら、まあ、和田健太郎なのかなっていう気はします。あとちょっと園田拓実もあの準決勝頑張ったんで、えー、気にはなるところではあります。ただ、まあ、そこまでいっているとキリがなくなってしまうんで一応この中川木暮れ浅井の3人を、えー、二車三では相手にしたいと思います。 えー、展開は三谷に向くと思いまして三谷村上の近畿勢を両者本命にいたしましたはい、えー、以上友人新能杯決勝戦の予想を送りいたしましたいかがだったでしょうかぜひあのチャンネル登録高評価よろしくお願いします ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。えー、ゲームのですね、えー、ライブ実況もやっております。えー、ツイッターでお知らせ、えー、しますので、よろしければフォローお願いします。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はして えともしと新納杯、えー、優勝者は誰になるでしょうか、えー、楽しみにしたいと思いますご視聴いただきありがとうございましたゲーム動画でいこうでした